私は台湾は初めてなので、昨日安倍さんより先に台湾に入らせていただいて、そうですね、マッサージも行きましたし、火鍋も食べましたし、かき氷も食べましたし、あとはちょっと高級なレストランみたいなところに行って、すごく体にいいものをたくさん食べさせていただきました。这是我第一次来台湾，所以昨天就比阿布先生还要提早过来。那我昨天已经去吃过火锅，然后也享受过马杀鸡，然后吃了很多，也享受了很多对身体很好的一些活动。哇，他很懂得享受人生，也代表他真的对台湾很好奇。谢谢他，希望他喜欢台湾。那请问他跟阿布宽拍这两部戏拍完之后，脖子会酸吗？我这他开呢，那本人怎么那么高？台湾但再酸也没有翻译酸吧？はい、そうです。台湾はなんか本当に素敵なところでした。本当に体にいいものもたくさんありますし、なんといってもマッサージが本当に安くて、私も東京に日本にいる時も台湾式マッサージが大好きで、よくまめに台湾式マッサージに行くんですけど、やっぱり本場は安くて興奮しました。好，就是我自己。非常喜欢台湾，虽然是第一次来，那我也很喜欢台式马杀鸡。我以前在日本的时候，就常常去做一些台式马杀鸡。是是，哎，我已经问到下一题了，他才还在回答上一题。そして上田さんに質問ですが、お二人はこういう身長差があって、はい、疲れませんでしたか？はい、すみません。全然です。逆にですね、普段高いヒールを衣装で履くことがあまりできないんですけど、安倍さんとだと高いヒールを履けるので、すごく女性的にもおしゃれができて、すごく嬉しいです。其实不会很累，因为平常其实没有什么机会可以穿高跟鞋，但是因为跟阿布先生一起拍戏，那就可以正大光明的穿很高的鞋子，然后也非常的时髦，他觉得很开心。哦，了解。